笑う準備はできてます。笑。はい、鉄壁。はい、行く行く。ミシェルが。え、いや。単体の、単体の、単体魔法、単体魔法、あれじゃない、うん、使ってきたじゃん。そしたら X ですでよかったじゃん。吸収で。これ。ここのフェーズ1くらいだよ。いや、たまたま。たまたま？最初は単体これからあ、腰が痛い。間に合うかな。間に合うかなって何。宗太郎さんが放送で深淵やるの珍しいね。アビの精錬足りなそうですね。あ、ヘナ召喚オンリーだ。わらわら、100% 浴びたらねー。わらわら、まだ。いや、足りなくないでしょうよ。第一段階、一人だけ前衛にいますね。一人だけ前衛？いや、違う、だってあの前が好きなんでしょ、これ。精錬足りなそう。でしゃばりなそう、太郎さん。いやだってほら、魔法使ってくるなら前も後ろも関係ないでしょ。ワコラッチョ。はい、ワコラッチョ。前にいても関係ないでしょ、だって。休憩終了です。仕事戻りますね。はい、皆さん、お疲れ様でした。いってらっしゃい。イテラです。オプです。何もしてこないな。新さんでした。仕事頑張って。なんかあんまりやってこないぞ。オツでした。バースト。お疲れ様でした。仕事頑張ってください。ディナは開幕バーストっす。開幕バースト？はあ？ブルって何もしてこないな。はあ？何これ。はあ？笑った。はあ？何？今何だった？あーねえ、いやもう何にも意味が分かんないじゃん。いや何、間に合わなかったって何よ。いや、何にも間に合ってるでしょうよ。は？何これ。何、あの間に合わなかったってどういうこと？おかしいじゃん。じゃあ何もあのカウントも何もないじゃん。だって5ターンで一定ダメージ与えないとメルトンアビスが来ます。そんなの書いてなかったでしょうよ。ホームページ約37万、魔法防御4000、ジャクフラダンのエフリートより上らしいです。削り切らなきゃいけないんじゃなかったっけ。いや、でも5ターンでなんて書いてないじゃん。ダメージ与えないとダメなんですよ。いや、そんな書いてないでしょ。火力不足。いや、そんな後から条件出しちゃダメでしょ。ちょっと待って、火力不足。モグは肝心なことは言いません。火力不足って。最初は全力。最初が全力？ある条件が一定ダメージ。ちょっと待って。精錬しよう。違う。
虫これ無理だよ。あんまり精錬したくないんだから。火力不足だクポ。いきなりバースト。うん、ケフカの魔導注入を開幕で打てば火力とスピード上がるので削れるかと。もったいないよ。え、ケフカ魔導注入8割減らさないとダメみたいです。うわ、これもうなくなっちゃうよ。だってもう使えないよ。声出て笑いました。笑魔法力アップしましたええ魔法力アップって何？いや魔法力アップなんかであのできないよ。うわー、これあの50個もなくなっちゃう。これはあの無理だよ。あの無理、これ精錬できない。あのもったいなくて放送撮ってる間に死んじゃったよ、うん、お疲れ様放送撮ってる間に死んじゃったよ、うん、俺どうなってんだ俺。和国です。死んじゃってるぞ。夢捨てあるのになんでだ。ただいまです。もう一度挑戦ですか？もう一度挑戦です。要するにクリスタルは弱点以外で複数攻撃すると壊れってことですね。そうたろでも無理だったか。これは。もうこれあのブレイクとかで一撃で倒せねえかな。え、うん、あのブレイクとかあのエナバーストデスとかで一撃でボーンと。デスのコンボで、わら、ジェンド欲しい。ジ、エンドだった。そろそろか、第2段階。こんにちは、休憩中にお邪魔させていただきます。こんにちは。あ、クリスタル来た。クリスタルを第2段階でクリスタル使用を4回にすると、あっちが弱点だったぞ。これはね、一発で両方効くもんね。順調だな。早く弱点変われ。
あ、え、え、何あって、あって何よ。炎は？和骨？雷と水弱点待つのが大変でした。あ、やっと炎来た。次も全体回復だな、これな。間に合うか？はい、炎。理解してねえ。いや理解してないって何が。いや変なこと言わないでよ。え、あの間違ってないでしょ、だって。いい感じだよ。いい感じだよね。集中かけた？集中かけてない。集中かけてない。チェンジした。あー、水来た。水。第三段階。いや。いや、ティナが何もできない。え、待って、あの雷撃ったっけ。雷弱点って来た？来てないな。あと水来てない。撃ったじゃん、まず水と。あ、じゃあ鉄壁じゃなかったな。手こずっていたみたいです。まずはクリアしよう。いや、クリアしない。いや、で、あの雷を待つ。かなりの運ゲーだかは。いや、雷来る、大丈夫。雷ここで。おら、見たか、ここで運を使うんですよ。来たー。ここで運を使えば。すげえな。油断したな、運営さんよ。油断したな、運営さんよ。雷来た、これ。すごい、これは明日のガチャにつながる。あとは全力ですね。ここで運を使ったらガチャが。さすが宗太郎さん。いけるな。エルガードして。お、なんだこれ。よし、祝杯だ。これでクリアしたらマスクリですよ。いけるだろう。これはもらったな、もろたで。
え、これって何、これ全体攻撃はして大丈夫なの？もう割り飽きたね。先ほど一部の方だけに苦心機能のお知らせ来ました。うん、え、何が来た？全体攻撃大丈夫すよ。うわ、いっぱい来た。なんかも打って、押し切りましょう。押し切ろう。いけるだろう。マルチプレイに関するお知らせでした。あ、マルチプレイの、あ、何それ、あのマルチに当選したってこと？もう全体回復ねえぞ。あともうちょっとだな。ここでバリアを重ねて、バリアを重ねて、うわ、食らったが、いけるな。回復して、でもう一回バリアを張って、よし、あと一発。あ、なんだこれ。お、あ、助けてくれた。助けてくれた。和骨です。あ、助けてくれない。え、助けてくれなかったよ最後。はい、和骨です。パチパチパチ。助けてくれなかった最後だけ。あぶね、わら、おめでとうございます。パチパチパチ、クリアおめでとうございます。は、え、なんであれ最後の助けてくれない？4回以上バリアチェンジすると守ってくれる回数が1回減るんですよ。おめ、あ、そうなの？あ、そういうことか。おめでとうございます。ありがとう。あの、簡単だった、余裕だったな。これ倒した。これなんか腹立つな。パチパチパチ。あの、めでたしめでたしだよ。 HP 約37万。ああ、やっと終わった。はい、終わりました。今回、いい、超きついですね。うん、もうこんな新年勘弁です。濃紺じゃないんでしょ、うん、おめでとうございます。あの、ワンコン、だいぶ使いましたが、あの、ワンコンタスクキルですよ。余裕でしたね、うん、おめでとう。いやこれ新しいジャンルですよ。あのワンコンタスクキルっていう、あのよくわかんない、あのどっちがいいんだって話だよね。コンティニューするのかタスクキルするのかのどっちかっていう、うん、まあ、とりあえず倒せばいいんですよ。倒せば
倒し際に操作ミスって何度もタスク切る。やっぱりお前は勝てないんだな。悪いのは装備じゃないと情報をかき集め頭に詰め込み再生してる。わかる気になりギミックハマっている。謎を解いたらすぐにも教えろ。せめて少しは笑い入れさせてくれ。寝たふりしてる間に突っ込んでくれ。弾道の効果を頼り効かない腹が立つ。